では直訳性を利用した機械翻訳知識の自動構築という文献を、まあ、紹介いたします。機器人言語処理研究室の稲岡が発表いたします。まず、この研究の背景について説明します。コーパス、タイヤコーパスにおいてその翻訳の多様性っていうものが含まれているコーパスを利用して機械翻訳を行おうとした際に、その同じような意味の原文に対して複数の対訳があるといったようなその上々な知識っていうのはそのコーパスに含まれていて、それを獲得してしまうことによってその機械翻訳においてその誤訳、それが誤訳の原因になっているっていうようなものが背景となっています。そこでその使用するコーパスの中で特に機械翻訳に適した対訳のみを使用することによってその機械翻訳の訳出の向上を図るといったものです。で、その限定コーパスを限定するんですけど、その限定するその制限の対訳の指標として、直訳性を利用するのがいいのではないかっていうふうに述べています。まずその翻訳の多様性について説明します。翻訳の多様性というものはまあ複数あるのですけれども、その中の一つ目がこの文脈や状況に依存した訳というものです。これは例えば文の中で出てくるザというものがその中でその一つの文の中に解決できないときに省略されずに、例えば私のであるとかそのであるようなその限定されずに表に出てくるような限定表現が出てくるというのがその文脈や状況に依存した訳です。でその他にも例えば下にあるような、まあ、写真を撮っていただけますかというような日本語の文に対して その英語が、まあ、上が普通の訳なんですけども、下はその場合を限定している、実際にそのカメラを手渡してそのカメラのボタンを押してもらうといったような状況をまあ限定しているような時のまあ訳といったふうになっています。これがその翻訳の多様性の一つです。その他にも、まあ、言い換え表現というものが、まあ、翻訳の多様性を生んでいるということがあります。これはこのトラベラーチェックを現金にしてくださいという一つの文に対して、この平序文と、まあ、疑問文と命令文といったような、まあ、3つの表現方法があって、まあ、これもまあ同様に翻訳の多様性としてなっています。ただしかし実際の翻訳ではその3つ必要なわけじゃなくて、どれか1つあればこの上の日本語文は訳すことができるので、この残り2つはまあ冗長といったふうになります。でその機械翻訳で用いるそのコーパスにその制限対訳というものを考えるんですけども、その制限対訳の前にまず制限言語について説明します。その制限言語というのはその元の言語からその使用する語彙やその文法っていうものを制限することでその、まあ、まあ文章を記述するということなんですけども、これがその、まあ、語彙や文法を制限することでその言語で表現できる幅が狭まるということで、その先ほどのような問題がそうですね。でその制限言語によってその実際にまあ利用されている例として、その構文構造やその意味解釈の曖昧性を減少させることためにその制限言語を使用するとまあうまくいくということがまあ知られています。でその制限対訳というものがその機械翻訳に利用する対訳コーパスの中にその制限言語の考え方をまあ適用するといったものです。で実際にその対訳コーパスにまあ適用するまあ制限対訳というものはまあいくつか考えられるんですけども、まあ、ここに4つ挙げています。その一番上がまあ直訳性というもので、その原文にはあるけれどもその訳文には存在しないであったり、またその逆っていうようなことがまあ少ないというのがまあ直訳性で、その文脈自由性っていうものはその原文と翻訳文のそれぞれの単語列がその文脈情報を必要とせずに対応している、まあ、依存していないっていうようなものがまあ文脈自由性で、まあ、語順一致性っていうものがまあ、言葉もなんですけども、その原文と翻訳文でまあ語順が保たれているというもので、あと訳語一定性っていうものはその原文で出てきたある単語はその訳文の中では同じ単語に翻訳される
という、まあ、一定に翻訳されるというような性質です。で、この文献においてはその中で、まあ、直訳性というものをまあ使用してその訳質をまあ行動させようというふうに考えています。で、実際にじゃ直訳性というものをまあどのようにしてまあ表現するかというまあものが必要になってきます。で、この文献ではその直訳性というものをこの3つのパラメータを用いて計算します。で、まず内間にある TS というものはその現言語の単語の中で、まあ、大訳辞書に存在する単語の数っていうもので、T っていうのがその現言語ではなくてその目的言語の単語の中でその大訳辞書に存在するものの数ってなっていて、その L っていうのがその現言語と目的言語の、まあ、間にまあ単語の対応があるんですけれども、その単語のリンク数というものになります。で、この3つの値を使って、実際にその対訳対応数というもの、まあ、TCR というものを定義していて、それがこの下一番下の式で表されます。で、この式から、まあ、見て分かるように、例えば現言語の数、現言語でその余計な、目的言語になくて現言語にあるという、まあ、省略された形の場合であっても、逆に現言語にないのに目的言語の方に現れてくるっていうような、まあ、冗長な単語っていうものが出てきたときはその分母が大きくなるっていうふうになっていて、まあ、その、まあ、直訳性っていうものをまあ表している式としてはまあ妥当かなっていうふうに述べています。で、実際にその直訳性スコアっていうのを具体的に計算する手法なんですけど、具体的に計算する場合なんですけれども、そのまあ、ここにまあ翻訳文1と翻訳文2っていうのがあるんですけども、まあおそらく人間だと上の方がよりまあ直訳っぽいっていうのはまあ分かると思うんですけども、その翻訳文1だとの中でその辞書、大訳辞書に載っている単語っていうのがこの丸で囲まれたものなんですけども、それがその I と Not と Order と This と正規っていうのでまあ5つあって、でも翻訳文2の方ではまあそれが4つあるっていう状態です。で、まあ、原文の方でもまた同じように大訳辞書をまあ逆引きして、その私とこのとステーキを頼むと運がまあ出てくるっていうので、まあ、こちらもまあ5つになっています。で、その大訳辞書を利用してその翻訳文1とまあ原文の間のリンクっていうものを貼ってその数を数えるんですけども、その翻訳文1と原文の間のリンクはまあ数えると1,2,3,4,5で5本あって、原文、翻訳文2と原文の間は3本っていうふうになっていて、その先ほどの数式に当てはめるとその翻訳文1の方の TCR っていうのが 1.0 で、翻訳文2の方の TCR がまあ 0.67 っていうふうになって、まあ、翻訳文2より翻訳文1の方がより直訳性が高いっていうふうにまあスコアを計算することができます。で、この計算ではその実際にその文の意味とかを見ているわけ、直接見ているわけではなくて、あくまでもその形態素解析の結果とその大訳辞書のみを使ってまあ機械的にまあ判断しているだけっていうような計算になります。で、次にその大訳コーパスから、大訳コーパスからまあ先ほどの値を使ってそのまあフィルタリングを行って、そのフィルタリング、まあ、使用する大訳をまあ制限することで、まあ、訳質の向上を図るんですけれども、その実際にじゃあどのようにしてコーパスをフィルタリングするかといったものに、まあ、そのフィルタリングの手法を用いる場合はまあ以下の2つが考えていて、その、まあ、単純に先ほどの計算結果から、まあ、ある一定以上の値、ある一定以上の TCR を持つその大訳のみを使って、まあ、大訳部分的、大訳コーパスの部分大訳コーパスをまあ作るといったようなものが、まあ、一番 上にあるその式1のフィルタリングです。で、こちらの場合はあの、まあ、単純に、まあ、式1を求めているんで、まあ、より直訳性の高い大訳のみが残るっていうのが、まあ、事前としてあるんですけれども、その一方そのコーパスのサイズが、まあ、式1の、まあ、式1を設定している以上、まあ、減少してしまって、その元とのコーパス全体をまあ網羅しきれていないというような問題があります。で、その他には下にあるそのグループ内再構築のフィルタリングというものは、その現言語でまあ同じ大訳
っていうもので、まあ、グループを作って、その、まあ、同じ言言語に対しても複数の大訳があるんですけれども、その複数の大訳の中で一番高いその大訳直訳、まあ、スコアを持つもののみを選択するというような手法です。でこちらの場合はその言言語がまず始め、言言語はまあ全てまあ網羅できているというふうになって、まあ、その網羅性は高いんですけれども、一方その言言語に対してその大訳が1個しかない場合は、その1個、まあ、少ない場合はその中その、少ない場合はそのよりなんか直訳性が高くない、まあ、低直訳な大訳というのが選ばれることにで、まあ、その低直訳な大訳がまあ残ってしまうというような欠点があります。とそこでその TCR というものを、まあ、文だけでなく、まあ、句に適用し、まあ、するといったような考え方を用います。でこの場合はその、まあ、式1だとその TCR が低くて、まあ、選ばれなかった文っていうのをでもその文の中の句としてはその TCR が高いっていうような場合にその句をその、まあ、句はその採用して用いるっていうふうにすることで、まあ、網羅率のまあ低下を抑えるっていうような考え方です。ただその低直訳な大訳っていうのは、まあ、必ずしも全てがまあいらないっていうわけではなくて、その慣用表現っていったような、例えば、まあ、May I help you のようなそういうなんていうんですかね、直訳するのには適さないような文っていうのがその実際には存在していて、まあ、そういうものもまあ網羅する必要があるっていうふうに、まあかあまあ、する必要があります。そこでその実際にその、まあ、例を出すと、その市内の観光ツアーありますかっていった場合に、その左のような訳の場合はその TCR が、まあ、全て、まあ、高いのでまあ、全ての句、6句に対してその部分、採用するっていうふうにして、ただ右の場合でもその、まあ、ザ・シティは、まあ、TCR が高いんで採用するんですけども、そうでない TCR が低いそのなんとかの観光ツアーありますかっていうその一つの句は それ以上句を分割することなく、まあ、採用するといったような手法を用いることで、その定直訳部であったとしてもそのそれ以上細かく分割せずにそれをまあそのまま採用してしまうといったような風にして、その慣用表現というものもまあ取り入れるというふうにします。で、次にこの文献で行った実験について説明します。とその、制限大訳を用いたその大訳コーパスというものをまあ評価する上で、この文献ではその英日機械翻訳の翻訳性能がどのように変化するのかっていう、まあ、その翻訳品質によってそのコーパスを評価、コーパスの評価を行うという、まあ、評価方法です。でその機械翻訳のコーパスはそのリティックコーパスのうち、まあ、この約15万大訳を使用します。でこちらはまあその旅行会話でまあよく出てくる表現を集めたものなんですけれども、その 13% のまあ原文の英語文に対してその訳文の日本語文がその複数あるっていうような特徴があります。でその機械翻訳を行う上での その大訳辞書の構築の方法について説明します。とこの実験では2つの辞書をまあ作成して、まあ、一つ目の その辞書 A っていうものはそのコーパス内大訳コーパス内での表記頻度が、まあ、10回以上の単語は統計的に、まあ、単語アライメントを行って、そのそれに当てはまらないものはソーラス外部のソーラスを用いて、まあ、辞書を構築します。で一方単語 B あと辞書 B に関してはその単語アライメントのみを行っています。まあ、こちらでまあ、その2つの特徴によってまあ適合率と再現率がまあそれぞれ、まあ、辞書 A の方が適合率が高くて辞書 B の方が再現率辞書 A の方が再現率が高くて辞書 B の方が適合率が高いというような特徴になっています。で次にその
翻訳品質をどのように評価するかっていうものなんですけども、この文献には2つの評価を行っていて、1つはブリューによる自動評価を行っていて、もう1つはそのネイティブの日本人がその翻訳結果を見て、そのコーパス全体を使っのコーパス全体の全体訳を使った時の機械翻訳の結果と、その制限体訳を使用した時の結果を見て、どちらが良い翻訳だったかっていうのを人の目で判断して、その主観品質というものを評価し、主観品質というものを計算します。次に結果です。と初めに説明した識位置によるそのコーパスをフィルタリングするといった手法の時の効果を説明します。でこのいずれのグラフも縦軸がそのブリュースコアで、横軸が訓練コーパスサイズになっていて、訓練コーパスサイズが小さければ小さいほどその識位置が高いというふうになっています。でいずれもその TCR を 0.3 以上にしたときにブリュースコアが最大の値を取っています。で TCR をさらに上げていくと、判例にあるそのランダム選択っていうものは、その識位置に関わらず適当にその訓練コーパスサイズに合うようにデータを対訳を取ってきた場合がランダム選択です。でその TCR の識位置をさらに 0.3 よりもさらに上げていくと、ランダム選択よりもさらに翻訳精度が急激に悪化しているっていうのがこのグラフから分かります。でこれは直訳性は低くても、その実際の翻訳には必要な対訳っていうものが、先ほど説明した慣用表現っていうものがそのフィルタリングによって失われてしまって、ブリュースコアが低下するというふうに考えています。で、さらにこの2つのグラフの、その左が辞書 A を使用した時で、右が辞書 B を使用した時なんですけれども、その結果に大きな違いがなくて、これはその辞書のカバー率っていうのの影響が、その機械翻訳今回のその翻訳の結果に影響は少ないっていうふうに判断することができます。と次にコーパスの構築方法の違いによってその翻訳品質を比較します。と先ほど説明したフィルタリングっていうのがこの上の表の真ん中にある部分で、その、その直訳とそうでない部分を分割していくごとにその TCR を計算してその追加するっていったような、その分割構築の場合がもう一番右の結果です。で、そのフィルタリングを使用した場合は、そのブリュースコアもほとんど向上せずに、その主観品質っていうのもその 1% から 3% 程度しかその品質改善ができていません。こちらはその直訳性の低いその対訳がを排除することによってカバー率も低下してしまうといったものであったり、逆にカバー率を維持しようとするとその低直訳な対訳が残ってしまうというような、その関係によってその両立するのが困難であるから、そのあまり品質が改善しなかったというふうに述べられています。でその分割構築の場合は、そのブリュースコアにおいてもその主観品質においてもともに向上していて、特に主観品質においてはその 8.6%、8.6% プラスというふうに、その品質改善が行われていることが分かります。これはその分割することによってよりその TCR の識位置というものをこちらにあるように 0.8 以上っていうふうに厳しく設定することができて、それによってその分割によってそのカバー率を向上させ低下させないようにしつつも、その低直訳な対訳を排除するっていう、2つのことが行われているので、そのうまく精度が改善できているというふうに述べられています。で最後にまとめです。とこの文献では、翻訳の多様性のうち、その直訳性というものに直訳
に着目して、まあ、制限を行って、そのコーバスを利用して機械翻訳を行って、まあ、機械翻訳によって評価しました。で、その TCR のみを用いてその識位置を設定した場合でも、まあ、機械翻訳 その品質を若干向上させることができることが確認できました。で、その対訳文をまあその直訳性の高いところとそうでないところに分割して、その TCR の識値をまあ厳しくすることで、まあ、さらに品質を向上させることができるということが分かりました。で、今回はその多様性を直訳性のみにまあ着目しているんですけれども、それをまあ他のまあ文脈自由性などもまあ組み込むことでさらに精度が向上できるのではないかと推測されています。以上で発表を終わります。